連続レテン世界記録保持書を知っていますか？正確には世界2位にあたる本なんだけど、レテンというのは逆順に読む記号。文章を読んでてレテンが出てきたら、下の文字を先に読んでから上の文字を読む。そして2個以上の文字にレテンが連なってた場合、一番下の文字から順に上に読んでいく。こういう記号です。この連続レテン世界記録を得るために逆順に書かれた書というのがあって、これが現在世界2位で連続レテン世界記録を保持している。これは約20万文字の本で、その内容は料理本。料理本というのは調理方法が集まってできた本なので、一章に一つの料理が書いてあるとすれば、章ごとの順序はどうなっていてもいい。なので逆順に執筆するという制約があっても、各章をみんなで分担して書くことができるので、連続レテン文章を生成するのに都合が良かったわけだね。この逆順料理本が現在世界2位の文字数で、世界一の連続レテン世界記録保持書に認定されています。で、当然の疑問として、世界1位の連続レテン世界記録保持書は何なのか、そしてなぜ2位が記録認定なのかということになる。この疑問は連続レテン世界1位の書について説明を聞けば理解できるということだけで察した人も多いかもしれないけど、世界1位の連続レテン記録保持書はチューリングマシーンなんです。チューリングマシーンというのはテープレコーダー上に文字を記すことができるマシン。プログラムに従って書き込み位置をタイプライターのように移動できる。ただこれは普通のテープレコーダーと違って順方向だけでなく逆方向にも動かせる。この特性を生かすと逆向きに本を執筆できるんですね。そのチューリングマシンが執筆する本が世界1位の連続レテン数を誇っている。ではその本は合計何文字なのかというと、実はまだ決まっていない。なぜかというと、今でもチューリングマシンが逆順の本を書き続けているんですね。そして逆順に執筆している関係上、冒頭が存在しないので人にはまだ解読できないため、内容は一切不明。ただ今読める部分から本のジャンルだけは分かっていて、どうやら食べ歩き本らしいです。